文化にいいたということとうこそれで英語が好きだということで、まあ、あの家庭に入りましてちょっと子どもたちも大きくなったのでちょうどそのっ、えー、と浜松の方で国際交流センターの,あのボランティアの募集がありましてそこからいろいろなボランティアを、えー、合唱祭とか、うん、ピアノコンクールとかいろんなあの、えー、ボランティアをやるようになりました。 アメリリカとととイギリスにちょっっ長いこててましてそこで語学の勉強あの実際の会話の勉強からいろいろな英語に関する勉強をやってきましてで、まあ、あの日本に帰ってそれが役に立てたらいいななんて思いながら帰国しましてでまた海外にいた時にはもう多くの人たちにたくさん助けてもらったのでその恩返しもしたいなと思いながら帰ってきまして。 たまたまこの、あのオペラコンクールとかピアノコンクールとか、いろいろな。こう国際的な、あのコンクールがね、浜松であるということを知って、で、すごく嬉しかったです。それで、あの、こぜひやってみたいなと思って、あの、参加しました。はい。あの、私も、あの、夫の海外転勤に伴いまして <coughs>。アメリカに家族で参りまして、必要に迫られて、英語を学び出したということなんですけれども。 その際に赴任中に周囲の方にとても親切にやって,していただきまして帰国後に何か本当に幾分の一でもいいから外海外から来られる方に恩返しができたらという思いでいましたところ静岡県の通訳ボランティアの募集がありまして応募したのが一番初めです。それ以来あのオペラコンクールピアノコンクールさまざまなボランティアをさせていただいています。やりがいっていうのは、 あのコンテスタントの方があの終わった後に「あ,のありがとう」とか「ここのボランティアさんはとても親切ね」とかあの「世界各国言ってるけどあの静岡とてもあのボランティアさんの皆さんがよくしてくれますね」とかっていろいろ言われることになんかとても単純で嬉しくなっちゃってやりがいを 感じたこともありますそれともう一つはあの他のボランティアさんとは違って要するにそのいろんなところのボランティアがありまして例えば最後に本線に残った方はオーケストラということであの本線に挑むんですけどそこのところと監督さんと伴走者の方とコンテスタントの方というのは練習をする時があるんですけどその時に本当にその。 生の声とそれと伴奏とコンテスタトの方の歌がこう直にもうすごい響,き響いて体も響くんですけど聞かれ聞いてあのとてもねああボランティア冥利に尽きるなと思ってちょっとあのどこかのボランティアでちょっと入るっていう感じではなくってこのオペラコンクールっていうのは本当にそ,のあのそこまでこう入っていくことができて。 あの私もオペラって最初は何にも知らなかったんですけどあのすごくうん楽しくなり他のオペラ公演にもあの行くということもあれとか思うほどそのオペラが好きになる最初第1回第2回目って本当に申し訳ないんですけど分からなかったんですけどその後いわゆるお「お長ょ夫人」とか「ゆうづる」とかあのオペラ見に行ってすごく感動して。 あのそういうところまでそのボランティアが行ったっていうことはあのとてもなんかあの、えー、と私自身びっくりしてるところなんですけどで楽しいところ気をつけているところなんですけどコンペティションっていうか競技なのでコンクールなのであのコンテスタントの方がコンクールの中で一番 ベストな状態で自分をこうあの発表できるように常にあのメンタル部分とかいろんな部分をあのこう普段通りの感じであの全力を舞台で出せるような形で持っていこうということで常に言葉少なくあのなんか困りの時には「m a y o というかちょっとなどうかしましたかとか。 ご用はありますかとかいうような感じで、あの一応コンテスタント団との人があの舞台でベストな状態で歌えるということをあの一番気をつけております。私も。 えと感じていることは田塚さんと本当に同じことなんですけどね集まってきてくださるコンテスタントの人たちも,もう世界の中でいろんなところでコンクールに行くけどここほどいいとこないよとか何かねいろいろ褒めてくださった時はすごくなんか浜松っていうか静岡を誇りに感じていますね。 それからまた市民の人たちも初めはオペラとか何か言ってあんまりこう関心がないふあのピアノとかはねもっとポピュラーだったんですけどなんとなくちょっと遠のいていたのが回を重ねるごとにだん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 ,だん増えてきてそのうちにもう楽しみようとかあのもう1週間泊まってここでずっと聴いてるわとかねそういう人たちも増えてきたことが新しいボランティアにとってはすごくうしかったなという気もします。 で今度あの私たちも「ヘルプの会」っていう語学の,あのボランティアの会なんですけどもそこの人たちが多く参加してそしてこの組織あのオペラコンクール事務局への,あの助けとかあの組織とかそれから自分なりの,あのボランティアとかいろんな面であの大きくあのボランティアとしても成長できてでまたあの3年ごとにあるということでボランティア同士のこう絆も深まってきて。 そしてまたコンテスト担当の人たちが思い切って歌え,歌えて「あよかった」とかっつって帰った時の「ありがとう」とかっってくれた時の本当の喜びっていうのは本当に勝るものがないかなというふうに思っています。これからもこのオペラコンクールがねこうずっと持続して長いことやっていくこととそれからあの浜松市ほあの近辺の人たちもこのコンクールのボランティアに参加してもらって。 こう楽しみを分かち合いたいなというふうに思っています。コンテスタントの方があ本当に全力を出し切って歌っていただいて、本選のあの時にお自分のたの順番が終わって入場してこられるんですよね会場に。その時にとってもなんか嬉しそうに来てくださるんです。でやっぱり皆さんおっしゃるのは浜松のコンクールは一番行き届いていると世界でもあの。 親切にしててていいいいただだありがとうとうつも言ってくださっと第3回,なんいの3回のオペラコンクールなんですけどそこで1位を取った、えー、と韓国のソプラノの歌手で、えー、パク・ヒョンジュさんっていう方がとても綺麗な若い方がいらっしゃるんですけどでその方の声をそうです、ね、1次、えー、予選とか2次予選で聞いた時に「えっ?」とは思ったんですけど。 あのもう本当に本戦で聞いた時にはとても素晴らしいとコラボをと素晴らしいと思いまして案の定第1位第1回目と第2回目のオペラコンクールが1位がございませんでしたので第3回目で1位になったパクさんは本当にあの1位たるということで1位になってもう本当に当然だと思うような 本当にソプラノの美しいあの声をしていまして。あの、えー、そのパクさんの印象がとても。あのチャームで綺麗で、声が素敵っていうのが印象に残っております。私はえっ、ー、と、第五回のあの三岡。あの、昭恵さんという方なんですけど。で、色印象に残っている人ってたくさん、ね。で、毎回毎回、あのいるんですけども。まあ、あの。 とてもやっぱしこうあの立派であの綺麗な声で歌ソプラノを、ね、歌われてああすごいな立派だななんて思いながら、あのー、いいなと思っててでその彼女はあの三浦玉置賞とか,なんか、あのー、オーディエンス賞とかなんかも、あのー、だいて、ね、そして、あのー、こう終わった後のこうあのあのレセプションか何かで時間にちょっとお話ができて。 それで一生懸命こうやってきてねこう,こういう晴れ舞台でこれだけ歌えて一等賞もらっちゃってなんていうかじかの生の声が聞けてでわあと思って、ねまあ、これからもいろいろな国でいろいろな劇場で歌っていこうと思うのよ応援してねとかって言われてうんもちろん応援するよとか何か言って、ね、なんかこう,こうちょっと親しみがあのあの持ち上がったっていうところもなんか印象に残ったかなというふうに思っています。 私は主に会場におりますのでコンテスタントの方は合間に聴きに来られる方他の方の歌唱をそういう方とか本選の時に歌い終えた方が来場なさる時とかそういう時に接するんですけれどもあの残られる方って皆さんやはり感じが良くてマナーも素晴らしくて違うなぁといつも感心させられます。 まあ、私の場合は特にお客様と接することが多いのであの毎回お越しになるお客様がお友達同士で「今回はこうだったね」とかあの合間に話されているのを聞きますとんあのなんとなく嬉しくなりますね毎回お越しになるということはとても楽しみにしてくださっているんだと思って、ま、さらに頑張ろうと <laughs> スムーズに会場が動くようにといつも心がけています。 私たちボランティアをやっておりますけど今日あのたまたまインタビューを受けたものは会場あの中村幸子さんといって会場の総括担当してますで林さん中央におられます林さんはアテンドということであのコンテスタントの方の方ことを主にやっております私はあの総括っていいまして皆さんのこう状況。 運営が動く動,いうまく動いているかっていうのを見ているのでちょっと言葉の調子がねボランティアっていうのはあのっていうのでちょっと違った目線で見ているのかもしれないんですけどぜひね皆さんに市民参加ののボランティアとといいいうここをねこれかから考えた方がいいのかなと思ってます今まであの前回でやってくださった方は持ち上がってこうボランティアをやっているんですけどあの皆さんにね あのこうウェルカムということで「ボランティアやってみませんか?」って言ってみたいなって思います。でそれはなぜかと言いますとこの世界連盟に加盟している静岡の国際オペラコンクールこれがあのとてもボランティアとしては貴重な体験をするということであの本当にあの声楽というかオペラの,あのまあ あの実際にあのコンテストの中でもあの実際にそのあの活躍してる方もいらっしゃるし、初めてこういうコンペティションにも望んだという方もいらっしゃいます。いろんな方がいらっしゃいます。で、そういう世界に羽ばたくあの、えー、人たちをこうあの接することができるということはボランティアやっててよかったなと思うんじゃないかなと思います。それでえー、っと。 私たちがこうやっているとそうすると本当ありがとうとかまあ審査員のアテンドもあるんですけど審査員の中もあの世界各国行ってらってる世界の著名なあの審査員の方があの「ここは何でもやってくれ、ね、すごいよね」とかあのちょっとあの、えー、審査員の立場で言ってい頂くとあ,あ 私たちにとっては当たり前だなと思うことも審査員の方も何も出ないわよ。外国ではお水だってないわよ。<laughs> 席に行ったらお水があるのね。とか言われて、あのすごくボランティアの方は気を使ってくれてありがとう。そのありがとうが、本当にね。ボランティア料理に尽きるんじゃないかなと思います。で、あの、私たちはもう何回もかてあのボランティアの中にはベテラン皆さんおってベテランのボランティアもおります。初めてのボランティアもおります。 そして他のさっき言ったようにピアノとか合唱とか他のボランティアに行っている方もいますあのいろんな方が混在していますボランティアとしては60名前後の方が毎回活躍しておりますぜひあのその中に、えー、新しい新しい,こういろんな方に入っていただきたいと思いますので あのベテランの方がご教授しますのであの楽しく「こんなこともいいのよ」って言って「こんなことも」っていろんなことをあのこう言ってくださいますのでどうぞ安心してぜひボランティアに募募集あのご応募くださることとお願いいいしたいと思います、まあ、あの語学」って言いましても「語学ボランティア」って言いましてもそんなに「語学」がねもうエキスパートみたいにできる。 ねできなくちゃいけないんじゃないかとかなんか思わないで、もう本当にあのまああの英語が多いんですけども、英語が好きで英語でなるとか少し一言しゃあのなんかねできわかればもうそれでいいのであのまあ語学なりまあ他のいろんなねあのボランティアもあるので、もうぜひあの参加してほしいなと思っています。そしてまた浜松市とかね静岡この近辺にごないコンクールがあるから。 あの音楽が好きとか音楽が好きとかボランティアが好きとかいろんなタイプの人たちがもうどん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 増えてほしいっていうふうにあの皆さんがこの新しい感じるこの喜び中いうか幸せ感をあの共有してほしいかなというふうに思っていますね。やっぱりこうだんだん広がってきてますし来場者の方たちも多いし参加者も多いのでオペラそのものもだんだんこう広がっていくようなあの期待感を持ってますので、ね ぜひ皆さん参加してほしいなっていうふうに思っています。